皆さんこんにちは、ナナです。本日は前回の川名ホテルゴルフコース富士コースに続き大島コースのラウンド動画になります。富士コースとの違いや特徴についてお伝えできればと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。16番パー3です。180ヤード。まあ、前に谷があるんですけど、まあ、その谷がなかなか深い谷なんで、まあ、実際よりこう奥行きも距離も感じるかなっていうところです。ニックネームが地獄谷と付けられてまして、まあ、地名から、まあ、ここの谷の地名からも取ってるみたいです。なるほど。でも確かにそこはちょっと気になる感じはありますよね。インパクトがあるもんね。そうですね、そうです。奥行きは感じますね。一応今日のティーの位置ちょっと180より前に出てるので、ピンまでは打ち上げで170になってます。で今日フォローなので5番アイアンで打っていきます。ちょっと右に跳ねちゃったので乗ってるかどうかっていうぐらいのところだと思います。じゃあ50度でやっていきます。ナイスです。ありがとうございます。ここは結構風が抜けやすいので、ピン側の風は気をつければパーは全然取りやすいかなと思いますね。ちょっと左側のバンカーは傾斜がピン向かって下りのラインになっていくので、そこは少し難しい感じはあるかもしれないですね。17番、パー5。まあアウトもインもパー5は一つずつで、はいはい、パー70の設計になってます。しっかりありますね。494ヤード。そうですね、はい、ただしかし綺麗にまっすぐですね。まあアップダウンはありますけど、はいはい、もう綺麗にまっすぐです、うん、どこに落とすかっていうような感じなのかな、これは。縦距離でね。そうですね。でちなみにニックネームはシャンゼリゼ。シャンゼリゼ、はい、両サイドに花畑が、まあ、あり、まあ、まるでパリのシャンゼリゼ通りのよう、というところから来てまして、まあ実時期的なのかな。そうですね、うん、もう春とかだとまたちょっとこの花関係が咲いてくると思うんで、うん、そんな感じです、うん、ここはパー5でもうまっすぐ正面にグリーンが見えてるような感じになります。今までと違ってそんなに縮こまらずに打てるホールかなと思うので、もうまっすぐまっすぐで狙って打っていこうと思います。ありがとうございます。多分距離が出る方だったら下って落ちる可能性もあるぐらいの位置かなとは思いますね、うんうん、確かに。この傾斜がどこまで落ちてってくれるのかっていうのが行ってみないとわからない感じにはなってますね。若干ピン見えるっすね。そうですね、本当に気持ち頭がちょっと見えるぐらいですね、うん、でね、川名の、はい、このコース富士コースも共通なんだけど、
いけないの分かった。あー確かに、こんなに海あるのに。そうですね、確かにないですね。あ、言われてみれば海を見せたから、ね、うん、本当かどうか分かんないんだけど、はいはいはい、川名って川名市ってところから来てるっていう説もあるの、地名の、なるほどなるほど。今は名はもう奈良県の名ですけど、うん、昔はもう梨っていうので当てずった可能性は、まあまあまあ、川梨っていうところで、うん、まあ、文字って川何したんだとは思うんだけど、うん、まあ、要は自然の池がない。そうですね、確かにここに来るまでも海しかなかったですね、うん、へえ。そうなんですよ、バンカーはあっても池はないんですよ、うん、ああ確かにそこは一つ気にしなくていいポイントで楽しめるかもしれないですね。やっぱ池怖いっていうのはゴルフやってる中であると思うので、うん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 、バンカーだけ気をつければいいっていうのはあるかもしれないですね。一応ここティーショットでやっぱり距離出る人はもうあとちょっとで下っていくので、風フォローとかだったりしたら全然下って下まで行っちゃうかなと思いますね。まあ、中途半端に止まって左足下がりで打つのが嫌だったらやっぱりウッドとかで刻むのも、パー5短いのでそういうのもありかなと思います。で一応あのバンカーのエリアですね、多分バンカーのちょっと先ぐらいが2個目の山で一番高いところになってると思うんですけど、こっからだとそこまで140-150ぐらいの感じになります。なのでそこで刻んでもいいし、やっぱり距離的にウッドで打っていける人はもうグリーン方向に狙っていいかなと思います。グリーン手前もバンカーないのでちょっと手前でもいいやぐらいの気持ちだったらグリーン狙ってもいけると思いますね。ちょっと左引っ掛けちゃいましたね。グリーンよりもかなり左の方だとは思います。50度で打っていきます。上りでちょっとスライス入りますね。しっかり打てば切れないと思うのでしっかり打ちます。あーもったいない、ちょっとがっついちゃいましたね、アプローチがかなり。でもここもやっぱりちょっと左目かなって思っても傾斜で跳ねてくるので、セカンド安心してグリーン狙っていけるとは思いますね。本当だったら全然イーグルバーディーチャンスになると思うので。最終ホールですね、18番、はい、パー4、361ヤード、はい、打ち下ろし。そうですね、これもまた見えない、若干ですかね、若干右にドッグレッグして打ち下ろしてるような、このホールのニックネームはワイフ&ドリンク。ワイフ&ドリンク、はい、まあ、ちょっと歴史を感じる由来なんですけど、うん、まあ、ホールアウトお待ちかねの奥様と一杯飲もうと。なるほど、うん、いっぱい飲みたいクールダウンしたいですね、ラストなので。川名のさ、はい、レストランさ、パフェがさ、はい、大きくて美味しいんですよね、はい、前回いただいた時も想像の2倍は大きいです。で皆さんもぜひ食べていただきたいですけど、美味しいし、ラウンド後の
クールダウンにはもう最高ですね。じゃあここちょっと右にドッグレッグしてるので、そうだな、まあ、ちょっと左目に打っちゃうと距離残っちゃうと思うので、少し狙い目の旗よりは右ぐらいを狙って打っていきます。ちょっと最後右に落ちたんですけど、セカンドは狙えると思います。やっぱティーショットは若干右に傾斜してるので、結構ギリギリに来ちゃったかなと思います。なのでやっぱティーショット狙い目はもうちょっと左でも良かったかなとは思いますね。あとセカンドが今日はピン真ん中なのでギリギリ見えるんですけど、右とかになってくると見えなくなっちゃうので、やっぱりそこもティーショットは大事になってくると思います。今日はここからでピンまで127ヤードなので、9番アイアンで打っていきます。出ますね。はい、そんです。はい、ありがとうございます。最後バーディーで上がれるようにパット頑張りたいと思います。左で弱いと少し右に切れるかなと思うので、左縁狙いで行きます。ありがとうございます。最後はパーでしたねもう最後待てば入るかなと思ったんですけど、あと一筋っていう感じでしたね。残念です。またセカンドは結構左目から打った方が全然楽だなとは思いますね。はい、奈々ちゃん、大島コースお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。後半は1オーバーの36ですね。でトータルが、1アンダーのパー70なので69かな。で、4バーディーの3ボギーっていう感じでした。で大島の方はやっぱり距離が短いけどかなりマネジメント力が大事になってくる感じで、ブラインドもかなり多いので、ドライバーを持てばいいっていうだけじゃなくて、ティーショットもかなり大事になってくる、セカンドも大事になってくるっていう感じなので、そこがやっぱり富士コースとは大きく違うかなと思います。富士コースはトーナメントコースなので距離もしっかりあるし、やっぱりちゃんとゴルフをしっかり楽しみたいなって方は富士コースの方がおすすめですけど、距離短くてマネジメント楽しんだりとか、あとはまあスコアちょっと出したいなっていう時とかはこっちの方がかなり楽しんでできるのかなと思うので、でどちらもやっぱり景観海も見えるのですごく綺麗ですね。なのでどっちも楽しんでみていただいた方がいいかなと思います。おすすめです。こんな形で、まあ、また引き続き、はい、いろいろなゴルフ場をまあ、ご紹介できたらいいなと思いますんで、はい、まあ、ぜひコメントとかこのゴルフ場もお願いしますみたいなのありましたら、はい、コメントお待ちしております。お願いします。